三。宇宙世紀00792月、後に一年戦争と呼ばれる地球連邦軍とジオン公国軍による戦いにおいて、ジオン軍はオデッサでの敗北とジャブロー降下作戦の失敗により地上における戦力の大半を失っていた。もはや地上の戦局が連邦軍へと大きく傾き、戦いの舞台が空へと移りつつあったこの時、地球の最北端の地である北極でジオン軍のある作戦が行われようとしていた。 RX78NT1 アレックス、通称出来損ないと呼ばれる未だ未完成のこの新型機は、連邦軍がニュータイプの使用を前提として開発しているモビルスーツである。ジオン軍はこれを排除すべく特殊部隊サイクロプス隊を北極オーガスタ基地へと派遣した。戦場に赴く彼らサイクロプス隊は、敗色が見え始めたジオン軍にとってこの作戦がどれほどの意味をなすものなのか分かっていたのかもしれない。だが一兵士として戦うことしかできない彼らに、そのようなことは関係がない。ただ戦争という現実があるのみである。そしてこの出来損ないをめぐる戦いは、地球とは遠く離れたスペースコロニーに住むごくありふれた少年をも巻き込んでいく。戦争に憧れを抱いていた少年の瞳には、戦場に向かう兵士たちの現実と真実の戦争の姿が映るのだった。少年の瞳に映るもの。
おっと、前に出てくるんじゃねえよ、こいつ。トライ、ちょっとくらい楽しませてくれよ。てめえに構ってる暇ねえんだ。どきやがれ。あまり時間がないのでな、一気にやらせてもらうぞ。こちらも任務がかかっているのだ。手加減はせんぞ。戦いをろくに知らん素人が。
ら俺のじゃ。もっと近くで見られたらな。って言ったんだ。もしかしてこのザクに乗ってたんですか？やられちゃったんですね。言いたいとこつきやがって。僕モビルスーツ初めて見たんです。ちょっと触らせてもらってもいいですか？いいわけないだろ。お願いします、ちょっとだけだから。ダメだって言ってるだろ。それにお前みたいなガキの相手をしてる暇はないんだ。さっさとお家に帰れよ。やだよ、ザク触らせてくれるまで帰らない。ったく、しょうがねえガキだな。好きにしろよ。触らせてくれるの？やった。その代わり今日ここで俺に会ったことは内緒だぞ。うん、分かったよ。うわ、すっげえ、本物のモビルスーツだよ。サイド6の少年アルフレッド・イズルハとジオン軍新兵バーニーことバーナード・ワイズマン、この二人が出会った時、出来損ないをめぐる戦いの歯車は大きく動き出した。少年が撮影した港の映像、そこに映されたコンテナこそサイクロプス隊がオーガスタ基地で取り逃がしたあの出来損ないだったのだ。そして少年から映像を入手し帰還したバーニーはサイクロプス隊への編入を告げられる。バーナード・ワイズマン伍長、本日より君は我がサイクロプス隊に配属された。我々は特務部隊だ。そして俺が隊長のシュタイナー。飲み込めたか？はあ、少し。言葉が不明瞭なやつだな。はっきりしないやつは死ぬぞ。はい。早速だが我々の任務を説明する。先日君が攻撃に加わったサイド6のリボーコロニーでもう一度大きな作戦が行われ、我々の任務はこのコロニーに運び込まれた連邦軍の新兵器
通称出来損ないを奪取することだ。連邦軍の新兵器、一体何なんです？その出来損ないって。出来損ないはな、連邦で開発中のモビルスーツだ。お前も聞いたことくらいはあるだろう、連邦のガンダムを。嘘か誠か、ザクを100機以上落としたという。そうだ、そのガンダムの新型ニュータイプ用ガンダムだ。ニュータイプ用？パイロット特性に優れたやつのために作られた新型ガンダムということですか？その通りだ。上層部は出来損ないが完成して連邦のニュータイプの手に渡ることを恐れている。出来損ないを奪取することができるかどうかで戦局が大きく変わってしまうとな。それで我々にこの任務が与えられたと。そういうことだ。他に質問は？いえ、ありません。作戦コードネームはルビコン計画、本日より発動する。はっ。サイクロプス隊として再度リボーコロニーへ潜入したバーニーだったが、彼は少年アルと再会してしまう。少年の戦争への憧れ、その衝動は本物の兵士を目の前にすることで抑えきれないものとなっていた。アルはサイクロプス隊に入隊したいと懇願する。民間人を装うサイクロプス隊にとって自分たちの正体を知るこの少年を放っておけるはずもなく、バーニーはアルの監視役を命じられることとなり、再会した二人は行動を共にするのだった。そしてこのアルとのつながりがバーニーを一人の女性と引き合わせ、クリスチーナ・マッケンジー、アルの良き隣人である連邦軍のテストパイロットである。ごめんなさい、アルの家に知らない人がいるからてっきり泥棒かと。まさかアルの生き別れのお兄さんだったなんて。いきなりクリスがバーニーをとっちめちゃうんだからもうびっくりだよ。殴ったことは忘れて、本当にごめんなさい、ワイズマンさん。いえ、本当に気にしてませんから。アル、このことは内緒よ。ただでさえ軍に入ったからって男勝りだなんて言われてるのに、みんなにバレたらまた噂されちゃう。え、クリス軍人だったの？全然知らなかったよ。ごめんね、騙すつもりはなかったんだけど。それに軍といってもデータを集める仕事なのよ。銃を取って戦うわけじゃないわ。なんだ、戦うわけじゃないんだ。バーニーは本物の軍人でパイロットなんだぜ。あら、そうだったんですか？いえ、もう除隊しました。今は予備役ですから。じゃあ僕はそろそろ帰ります。約束があるものですから。アル、行くぞ。クリス、おやすみ。おやすみなさい。ではまた、ワイズマンさん。マッケンジーさん、次からはワイズマンじゃなくてバーニーでいいです。私もクリスと呼んでください。おやすみなさい、バーニー。おやすみなさい、クリス。運命は皮肉にも敵対する立場にいるバーニーとクリスを引き合わせた。そして平穏な時は過ぎ去り、二人は互いになすべきことを果たすべく戦場へと向かうこととなる。戦うべき敵が別れの挨拶を交わした相手とは知らずに。戦いは空の片隅で。
一緒散歩に出かけるとするかい。こんな中立コロニーにジオンが仕掛けてくるなんて、狙いはやっぱりアレックスなの。戦い方を教えてやる。あー、どい！その遊びはおしまいにしようじゃねえか。戦わなければもっと多くの人が死んでしまう。来い、お前に戦い方を教えてやる。しまった、このまま黙って見ているわけにはいかないの。戦わなければ。お別れだ。無駄よ、今逃げたら
大事なものを失ってしまうから。戦わなければもっと多くの人が死んでしまう。
った一気で戦いを挑んでくるの。逃げるわけにはいかない。自分にできることをするのよ。くそ、まだ倒れないのか。ここで決着をつけてやる。核ミサイルはもうないんだ。バーニーを止めなきゃ。バーニー、もう戦わなくていいんだ。バーニー、
宇宙世紀00792012月25日、核攻撃を目的に侵攻したジオン軍の艦隊は連邦軍との交戦にて完全に降伏。サイド6に迫る脅威は去り、コロニーに平和な日々が再び戻った。バーニーによって破壊されたアレックスはその後すぐに終戦を迎えたため、回収されることなく開発は見送られた。そして残された人々には拭いきれぬ戦争の爪痕だけが残った。行っちゃうの？地球に転任することになったの。バーニーにも挨拶をしておきたかったんだけど、あるから伝えてくれる？私がよろしくって言ってたって。バーニーもさ、きっと残念があると思うな。ある？さよなら、ある。かくして出来損ないをめぐる戦いは終わった。アルはその身をもって戦争の悲惨さを知り、バーニーという大切な友も失った。そんなアルを支える一つだけ残されたもの、アル。俺は多分死ぬだろうが、そのことで連邦軍の兵士やガンダムのパイロットを恨んだりしないでくれ。彼らだって俺と同じで自分がやるべきだと思ったことをやってるだけなんだ。無理かもしれないけど、他人を恨んだり自分のことを責めたりしないでくれ。これは俺の最後の頼みだ。もし運よく生き延びて戦争が終わったらさ、必ずこのコロニーに帰ってくるよ。会いに来る。約束だ。少年は忘れない。この小さなコロニーで起きたポケットの中のような戦争で命を懸けて戦った兵士がいたことを、彼が残した言葉を胸に秘めて。